ありがとうございます。改めまして青年座のセナと申します。私が一番印象に残っている作品は去年出演した横浜短編ホテルという作品です。初の旅公演だったので、しかも4ヶ月という長いスパンだったのでどうなるかなって最初は体力的にも不安だったんですけど、たくさんの先輩方やスタッフさんや同期に支えられて、時には美味しいものを食べに行ったり、みんなで温泉に入ったり、みんなで夜景を見に行ったり、楽しく過ごせました。本当に最後は終わっちゃうのが寂しいって思うくらいだったので、本当に充実した旅公演でした。ちなみに香りというギャルの役をやったので、金髪だったんですね。で今はからゆきさんに出演中なので真っ黒のパッツンになってます。引き続きからゆきさんの旅公演も頑張っていきたいと思います。セナでした。